えー、このブログではですね、様々な角度から、まあ現代の生活、現代の人生、また現代の男女の関係、家庭、夫婦、おまあ今、まだ親子も、まあ昔ずいぶん親子やったんですが、親子までは、まあ今の最近では踏み込んでないんですが、それを、まあいろんな形でアコースティック哲学という哲学的な見地とか、社会的な現象とか、まあそういうもので、 まあ、いろんなところから整理をし、切り込み、まあ、自分自身で考え、まあ、女性の方のご意見を聞いたり、ディスカッション、若い人とディスカッションしたりなんかして <laughs>、進めてるんですね。まあ、僕と親しい人はですね、私がもう議論、議論好きっていうか、好きじゃなくないんですけど、議論しながらものを考えていくってことをよく、あの、知って、まあ、いるわけですね。そういう研究会もやってて、非常に楽しくて、まあ、みんなも、 えー、夜夜中までもう3時頃まで寝ないというようなことでみんなわわわわやってるんですね僕はまあその中には積極的に参加しないで横で聞いてるんですけれども、まあ、とにかく寝ないでみんな議論してるでその中でやっぱり私一番今難しいのが家庭人生男女っていうようなところだと思うんですね夫婦も含めてでそれなぜこんなに楽しくないんだろうか私がまあずっと今までの人生で読んできた 江戸時代その前のいろんな農民の日本の農民の人たちの生活それから考え方まあずっと見ててですね、まあ、現代ほどまあみんなが悩みながら特に女性の方男性の方、えー、若い人まあ年配の人が大きく悩んでる、まあ、その原因は何だろうかっていうことなんですが、まあ、私最近こういろいろ まあ個性だとか、まあ、そういったものをこう解析してるんですけど何つってもですねいつも感じるのが人工的だということなんですね頭で考える頭でっかちっていうかですねで頭っていうのは非常にこう実は我々も,もう頭で考えざるを得ないんでそれは頭で考えるんですけれどもその我々の頭が非常に偏ってるんだっていうことを前提にして頭で考えるのと それから頭で考えたことが正しいことだと考えて頭で考えるのはずいぶん違うんですよねで、頭で正しいことを考えるためには私たちの生活がまあ野原の中に家が建ってて海辺かなんかにいて魚を釣ったり果物を取って食べたりしながら生活をしている環境でですよ勉強し情報を得ていればですね私は 大ってていいいうのはですね我々正正常に働いて判断力も正しくななるんじゃないかと思うんですねところが私たちの今のと例えば、まあ、東京名古屋といったところそれから私はまあ地方に行くのがすごく好きなんで、まあ、地方の,あの,、まああの人口が400人ぐらいの村とかですね <laughs> まそういうところにはとこ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 行くんですけれども、まあ、そういうところでの人々の,あの生活を見てると非常に異常なんですよ。 四四角角いいところに住んんんでででたりするんですする家がまず四角いんですよねそれから、まあ、東京なんかひどくてですねマンションと称するですね、えー、20階建てぐらいのところの10階ぐらいに住んでたりされるんですねそしたら寝るとき空中に寝てるじゃないかとなんで空中に寝てんのがあの変な気がしないのかなと思うこともあるんですねそれから道路は全部舗装されておりまして、えー、昔は土の中にミミズが山ほどいて。 それが死んだりふしたりしてそれが乾燥して飛んでくると、まあ、そういう中で考える大脳っていうのは多分割合といいんじゃないかそれがやっぱり昔の人の悩みが少なかった一つの理由じゃないかと、まあ、そんなふうに思うんですね <laughs> そうしてみますとねえーまあ、今の大脳おかしいんですよつまり私たちは この都会とか、まあ、都会はまさにそうなんですけど都会じゃなくても今田舎にいてもほとんど歩かないですからね地方にいても車ばっか乗っててそれからこの頃注文なんかものを食べるには、まあ、あの裏庭の野菜を取ってっていう人もおられるでしょうけど、まあ、スマホかなんかで注文して食料品が来ちゃったりする時代ですからねやっぱりそれはまともにはならないんですよ。つまり私たたちは人間とかかそういういものの本質から離れた 人工的な考えに陥りそれが非常に苦しみの元になってるわけですね。ここで「えー、群れのために生きるのが男なんだか」と書いてあるんですけども例えば男性っていうものはですね、えー、こ自分のために生きることができないはずなんですよ。これははずだっていうのは難しくてですね私が今東京にいて男はどう生きるべきかと考えると自分のために 得をするように生きるっていうふうに大脳は私に指令するんですよところが生物学的もしくは人間が原始的だった頃という男の生き方を見るとどう見てもあの群れのために男は命を捨て生活をし物を作るんですね例えば田んぼで働くにしてもですよもちろん戦争はそうなんですが田んぼで働くにしても必ずしも 自分のために耕してるわけじゃないんですよね。まあ、最低でも家族のためなんですよ。最低でも家族のため。今まで耕してきたのは家族のためなんですね、田んぼを。だから今のですね、自分の稼ぎは自分のポケットに入れて、えー、家族が必要なら妻に生活費を渡すなんてやつはですね、ものすごく今までの長い人生の人間の 生活600万年の人間の生活とは違うしまして生物流星生,生殖12億年の歴史とも違うんですよ。ですからねそれにじゃ何で私がですね東京に住んでると群れのために生きるんじゃなくて自分が得するように考えてしまうのか、まあ、それの極端なのが例えば時々起こる官僚とか政治家の犯罪なんか見てますとね もう完全にちょっと精神的におかしいんじゃないかというふうに思うわけですね。昔田んぼを耕しですね一生懸命収穫をしそれを家族少なくとも家族でどっちかつと,と村全体で生産をしてみんなで生活をしていたという頃の男の頭とは相当違う感じがするんですよね。で 今度はそれを言うとですね男と女の役割を固定する気かとかですね変な話が出てくるんですよね。この変な話はですね全て非常常にに異なな世界に住んんででいるる人たちから出てくるものなんですよ。これがね私たちがね例えばリベラル派個人を尊重するとか世界は一つとか僕世界は一つなんて聞くとねものすごく変な感じがするんですよ。世界は1つじゃないですよ。 そ,そんな生活をしてる人間いないんですよやっぱり村は一つなんですねだけども世界から珍しい外人が来たらその人に親切にするってことはあるんですけどそのことと世界が一つとはちょっと違うんですよねだから世界が一つとかね聞くとねもうまあなんか変だなと思うわけですよ。でものすごく奇妙なのは世界は一つ人類はみんな同じなんだと言いつつ その自分の家族とあのそのなんかいがみ合うっていうかですね。俺の金は子供には渡せない人なんて、あんた何言ってんのっていうね。感じがちょっとするんですよね。つまりまあこの言い方難しいんですけども、ちょっと今後このシリーズで少し深く取り上げるんですが、まあ、それが実は1回だけやってちょっと考えていた。 何て言うんですか「心が寂しい」っていうシリーズがあるんですけどこの「心が寂しい」っていうシリーズは実はそのなぜ心が寂しくなるのかこれを科学的に解析してみたいと思ったわけですね。なぜ職場で僕らは人間関係で悩むのかなぜ家庭で離婚騒動が起こるのかなぜあれだけ一生懸命田んぼを耕して家族のために田んぼを耕して。 家族みんなでご飯を食べてた人がなぜ俺の給料は俺の給料だなんて言うのかなぜそう変わったのか何がそこにあるのかっていうのが我々の現在の我々の不幸のまあ元にあるんじゃないかっていうふうに思うんですねまあそういうことでえー、まあここではですねえー、群れのために生きるのが男なんだけど私の大脳からは えー、男群れのために生きる男っていう回答は出てこないんですよ。個人主義の男そういうのが出てくるんです。だけど私の心の中本能とか心の中とか江戸時代までの私の頭っていうのを考えますとねそれは群れのためにっていうふうに言っているように聞こえるんですよ。心の奥の奥方で 体の奥の奥方ででそういうふういふに聞,聞こえてくるんですね一体私たちは何なのかそういうふうに考えて次の心「心心が苦しい」というシリーズの第2回目から開始したいと思います。